かまだと思うんですけど。ケンさん、ケンさん、夏目、が停電を直してます。はあ。いやあ、ちょっとここさ2日ぐらいさちょっとアマンガスできなかったのもあるな。ちょっと離れちゃってたからな。はい、めっちゃ痛い。や、おせんせん。どうやって押すんですか。ボタンがちで。ダイヤキラキラ。宿舎前通路で分けるかどうかですよね、これ。ダイヤキラキラ。おせんべいダイヤキラキラです。あ、あのコードを覚えて。覚えゲーですね。おせんべい。おせんべいダイヤキラキラ。あ、やっぱ人それぞれ覚え方違うんですね。丸三角四角とか覚えてました俺。僕、あ、色で覚えてます。まあ、これ最初の三つだけ覚える方が楽な気がしてきました。え、残りって絶対違うんですか。残りはもう連打でいいかなっていう。あ、すいません、何の話してるんですかこれって。あのね、そうだね、ですね。右の宝石の順番を覚えるとか。貨物室の左側で覚えて、シャワー室の右側でその覚えたことを入力するタスクがあって。早く押しに行きたいんで、ちょっとこれスキップ。なんか今ちょっと説明した方がいいかな。流行ってること言ってるのかなと思って。なんかタスクで、あの、なんか表示されたコードを覚えて反対側に打ちに行くのがある。ああ、あれか。そう、貨物室からシャワー室なんで、しかも直接繋がってないからぐるっと回っていかなきゃいけないっていうクソめんどくさいところあるんですけど、うんうん。シャワー室にあるんですか。シャワー室の右側。シャワーの右下。アフトみたいな。なんか上と下になんか分かれて分断されてるみたいなところですね。ちょっとお父さんが今いた場所の左側にその覚えるところがあります。まあもしかしたら僕がね嘘ついてるかもしれないですか。演技してるかもしれないです。あれ覚えるときはツール禁止シャーベットとかそれ禁止か。デバイスチーズでしょ普通に。オッケーです。えぐい。でダイヤキラキラがいいんですね。オッケーです。全然全然全然。オッケーオッケー。マジですると最初の3つだけ覚えて残りは1個だけ連打にすると。ああ、そういうことか。はい、それだけですね。ダメになりました。あ、そうか、確かに。揃った瞬間にタスク完了ってなるから。ポンってなれば正解なんで、ね。あ、それ頭いい。すげえ、使おう。おせんべいダイヤキラキラ。おせんべいダイヤキラキラ。まあ、3つ。これなんですよ。足し算とかの時に違う数字割れて忘れちゃうみたいな。ああ、それ困る。辰巳先生妨害してますよ、アルマさん。何ちょっと、あの、押さないで妨害してますよ。早くしてください、マジで。インポスターですか、これ。あれ、いるアルマくん、押してほしい？うざ。シンプルにうざ。ガチトーン。ガチトーン。ガチトーンだった。アルマ。アルマ。おせんべいダイヤキラキラ。おせんべいダイヤキラキラ。押したなーい。おせんべいダイヤキラキラ。次多分。アルマ。ダイヤおせんべいキラキラ。キラキラおせんべいおせんべいダイヤダイヤキラ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 おせんべいおせんべいキラキラダイヤダイヤキラキラおせんべい。キッチンに行くの2ターン目が多分最前提だな。浮きっこ浮きっこオレンジ紫オレンジかな。オレンジオレンジピンク。場所によるな。みんなで行ってアリバイ証明した方がいい場面とシチュエーションによるな。みんなで行った方がいい場面と、まあでも直した人損になるから基本的にはやっぱサボタージュはね無駄り的には行った方がいいよね。直すことで白って取れないから嫌な仕事を引き受けてる人みたいな感じだね。社会の縮図みたいになっちゃうから。お疲れ様です。ゲンです。アーカイブのど真ん中で、アルマさんです。ダイヤキラキラが死んだ。15秒前です。15秒前です。バイタル見てました。なるほど。結構白出せそう。うん、先端さんは終始無理です。LG が証言できます。じゃあ僕から、ピンク、紫、赤、オレンジは 100% 無理です。物理的に。15秒前だったら絶対無理。オレンジ。ピンク？ピンク、紫、オレンジ、赤。
なぜかというと、天網デッキの停電のところの付近にみんないたからです。はい、武器庫、キッチンとかもその辺なんで、隣付けないです。1回目停電のところで直しました。はい。なると、僕はエンジンルームから上、多分最後、昇降機ぐらいなんですけど、昨夜さんと、もう一人その前に、通路ぐらいで誰かとすれ違ったんですけど、誰か忘れてしまって。最後ですか？エンジンルーム出た後です。にすれ違ったんですよ、誰か。あ、それ僕だと思います。昇降。上に行くとこですよね、エンジン。あ、そうです、そうです。ああ、そうです、言いましたね。あ、じゃあ、トゥーさんと昨夜さんに最後会って、したいです。昇降機です、僕は。まあ。できなくはない。できなくはないけど、ちょっと難しそうでもある。転覆しなきゃですよね。ベントでメインホールに来るとかじゃなきゃ。青色はさっき覚え芸のやつずっとやってて、ずっと間違えてたんでイライラしてました。すません どこですか、覚え芸って、ごめんなさい。あのダイヤ、ダイヤ、おせんべいのやつ。ああ、了解です。貨物室、シャワー室かっていう感じなんじゃ。そうです、だから貨物室にいるんですけど、誰か見てくれてないですか？ね、夏目はね、いたけど、どこにいた？夏目先生は診察室にいたんじゃないですか？まあ、とりあえずどこにいたか教えてほしいかな。僕ですか？どこにいたかっていうのは、普通に僕、貨物室のあの配電盤のところにいました。あ、左上か。夏目はバイタル見た後、数えながら、でも、上だったら大丈夫だな。下って言ったらいないって言ったんだけど、上はわかんないから。配電盤のところで、はい。夏目さんのアリバイもう一回お願いします。心電図見た後、数えながらどうされました？診察室から貨物室の方に向かいました。OK です。マシャカリさんは、シャワー室の方にいたっていう認識で大丈夫ですか？そうですね、最初貨物室で、夏目くんが多分僕が一緒にいたの知ってると思った、あの冒頭は。で、その後一人でシャワーしていきました。容疑者4人かな。うん、同じ。ラフくんっぽいな。出た。音がいいね。インポスターにこれ開けさせた方がいいな、ドアを。10秒前にエレジさんが死んでいます。どこで見ていました？心電図を見ていました。だからキッチンリスポーンで生まれて武器庫からエンジンルーム、昇降機も通ってリアクターだったので、昇降機左行ったら昇降機の前で亡くなってました。昇降機の前、はい、はい、昇降機の前。トゥーンさん、はい、右側直したと思うんですけど、どっちかから昇降機の右側から。貨物脇のラウンジアーカイブ昇降機です。そのまま一直線に、はい。10秒前ですよね、バイタルで死んだの。大体10秒前です。1人白照明できて、僕して、センターさん白だと思ってて、シャワーのあのタオルのタスクの前でずっと立ってたの見たんで、センターさん白だと思う。センターさんは僕見えてないかもしれないので、僕から先に情報を出しました。あ、ありがとうございます。大体リアクターが鳴り出したぐらいだと思います。ボーンさんかトゥーンさんがキッチンで生まれましたよね。あ、僕キッチンで助けてから最後展望できるです。だからボンさんはちょっと厳しいんじゃないかなって思います。ワラフカどこいたんですか？僕は貨物室脇です。噛んでしまった。はい。はい。その後ラウンジアーカイブ昇降機の右の方の、リアクターを直しに来ました。そこでトゥンさんが直してるところを見ます。そうですね。なんかほぼ一緒なんで。で上がったタイミングでレポート発見。ってことはトゥンさんとオラフさんは。お互い無理ですかね。だが僕が到達したときに、初号機の右側にトゥーさんがいたんで、もしでやってたとしたら左でやって右に、あ、でも右に移動するのは無理か。あ、いや無理です無理です。あ、ベントぐらいかワンチャンできるとしたら。でも右のベントってあの階はしご下るぐらいで見えるんで、あ、大丈夫だと思います。あとは夏目先生ぐらい。夏目最終地診察室で、トゥーンさんと一緒に貨物室に参って。手で直し
て、診察室、エレクトリック、あ、電気室に入り、電気室からタスクを一つやって診察室で、ゲンさんがバイタル見てるのを見てます。はい、ボンさんどこでしたっけ、ごめんなさい。僕は最初キッチンに湧いて、キッチンでタスクやってから最後展望デッキです。あ、難しいって話でしたね。多分きついかなと思います、はい、ボンさんは。変しすぎて全然移動できてないです。じゃあん、セルフしかない。ただの夏目さんじゃないですか。夏目さん、夏目さん別に最終値が新年図なだけで、その手前は、あ、ね、ごめん、説明不足だったんですけど、トゥンさんと一緒に湧いてます、貨物室で。あ、そうなんだ。あ、そうそうす。はい、セルフしか なくないですか。しゅ、んーし、ガチャガチャガチャ、タンちゃんかわいいね。おおおお、あー、頭が、あ、頭が、あ、パンクしそう。4971。昇降機右下で直しました。うん。なんか、あ、停電ってあれ誰かカチカチしてました。いや、そういうわけじゃないですか。オッケーです。それだけじゃなかったです。あ、ケンです。夏目さんがトゥンさんと一緒にアーカイブでしたっけ？貨物室。貨物室で生まれたって話だったんですけど、それ自体は別に特に白要素にはならないと思っていて、結局その後別れてますよね、はいはい、トゥンさんと。僕上。夏目先生したって感じです。うん。だったら多分あんまり関係ないかなと思うんで。はい、その場合ってどうやって反抗してると思いますか、ゲンさん。まあ、どなたにも侵入されてないだったら、もうルートはいろいろあると思いますけど、何らかの形で左に行って切って、神殿図前で私と合流したっていうケースは全然あるかな。下位置ってどこだっけ？昇降機の左のちょっと下。通路抜けた瞬間のところへんですね。あ、だった場合、夏目は、夏目が可能な時間とか、って考えてもらったら分かるんですけど、もうシャワーから、あ、貨物室からもうそこでシャワー弁当入り、弁当からメインホール行って、メインホールの上の弁当から昇降機行って、うん、キルして、もうそこでキルしてメインホールに戻ってきて、電気室ダッシュで戻ってきて診察室きついです。キルタイム開けません。あとシャワー室には僕とマシカリさんが通ってるんで、そうだから多分合ってると思うから、うん、もしそこで弁当来てんだったら僕は酒屋さんのセルフかなと思ってる、はい、なるほど。なんだかんだもできないと思ってください。シャワー室を絶対経由しなきゃいけないんですかね、はい、そこさえかじけると夏目さんの白拾えますが、まあ時間が足りないかな。貨物室スタートだった場合、シャワー室に別にセンターさんとマシカリさんが最初からいたわけではないので、そこで飛んで、ね、メインホールの裏で、あの弁当の前で待機してキルクールを稼いだ上でっていうルートは全然可能だと思うんですけど、ケンさん、ケンさん、夏目、が停電を直してます。はあ、トゥンさんと一緒に乗って隠れてるの。今日一面白かった。ちなみに僕のセルフの場合は今あって普通にキルクール溜まってたと思うんで、ちなみに夏目さんはより酒屋さんの方が怪しいと思ってます、はい、はい、で入れるのはすごい、そっちが入れてください。もう本当面白いからやめてよ。俺も入れてよ、酒屋さんに。私、酒屋さんからついていい。ド S が出ましたね、ゲンさん。はぁって言ったぞ。フランスでめちゃくちゃスーパーキルだけどな、その場合。ラウンジと、はい、ぬーんと。トイレか、これ。ビッグイベント来た、メインイベント。ジュポ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 グチグチグチ。はい。なんかすいません、傷つけてしまったな、すいません。さっきの面白いな。ないな。あ、まあ、正直言うと、いいか。
あ、これでもトゥンサー視点だったらよくわかるんじゃないかなって。いや、僕目線夏目先生時間的にきつい気するんですけどね、うん、そう、夏目さん以外の方で夏目さんの白が拾えるんだったら、うん、さっきの私の詰めた内容はだいたい流していただいて結構です。あー、あとマサカリさんが一応できなくはないかな僕目、マサカリさん目線僕はできないと思うけど、逆はそうではない。あ、そうです。誰か白もらってますか。あ、どうぞ。いいですか。あ、貨物室は僕も貨物室だったんですけど、僕銀さんしかあんまり覚えてなくて、銀さん貨物室脇でしたよね。多分私アーカイブスタートな気がします。あとはすぐ貨物室の方に向かいました。貨物室脇多分僕もそうだったと思うんだけど、その時なかったら夏目先生とトゥンさんは死にしてます。マサカリさん、銀さん見てます、見てます、湧いてましたっけ。あ、だったら僕も。いやいや、マサカリさんが、マサカリさんがトゥンさんと夏目先生を見てるんかなっていう。で、ここもし2両だったら怖いかなって。大丈夫だったね。僕しては見れてないんで、だから出さなかったです。うん、オッケーです。で、カノイチが僕と夏目先生だけ、先生ローラーで大丈夫ですけど。夏目先生きついかな。きついと思う。キルタイムがたまらないっていうのをちょっと、うん。あの、真面目に言うと考えてほしい。ああ、確かに弁当、はい、弁当でキルタイムがたまんない。停電を夏目が直してる時点でキルタイムもたまんない。弁当でたまんない。プラス、プラス、はい、あの、ワイテルまで、あ、診察室までたどり着けているってことはなんか、昇降機左側だったらそこが嘘の可能性はないんですが、ワイテルまでたどり着いてるが、私、ワイテルたどり着いてるのは私が証明です。ああ、よかったです。はい、うん、あの、エレジーさんがお亡くなりになった後、バイタルを閉じたら、夏目さんがそばにおられたのは事実です。マシャカリさん、どこいたんですか？何がすか？シャワーで会った後。シャワーで会った後、だから僕、あの、ほら、覚えげっていうか、さっきも聞かれたんですけど、あの、キラキラダイヤだっけ？ダイヤキラキラだっけ？あれ、右、左にある、右か。シャワー室の右端あるじゃないですか。だから10年前に死んでて、夏目が診察室にいるんだったら、弁当使っても10秒以内に診察室にたどり着くの無理じゃない。あ、夏目先生も俺を疑ってないですか？大丈夫です。僕は、そういうのはあくまで体感値なんで。はい。あ、うん、絶対しろっす。ざっとです。あと、夏目インポスターの気分で、ちょっと10秒検証してきますもんから。よくわかんないっすね。弁当。あとはオラフ君だね。オラフ君からね、なんか、クルーメイトとしての有益な情報が一つも出てないんだよな。容疑者を広げる動きしかしてないな、初日から。ちょ、バチャ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 。と思うけどな。サクヤさんが何も言わずに取られちゃったんで、一応、なんか、他にできる人とか、最後絞った方がいいかなって、上司だった感じですね。あ、まあ、ないんだったらもうスキップでいいんですけど。あ、まあ、押していただいたんでしたら、まあ、私、夏目さんは結構なんか集中的にあのついちゃいましたけど、他の方のなんか黒要素とかも洗ったらいいんじゃないですかね、もしあれば。トゥーンさん無理でしょ。で、マシカリさん見せば僕無理でしょ。で、ゲンさん厳しい。で、ボーンさんは、サクヤさん目線厳しい。夏目先生はまあ、かなりスーパーキルぐらいの感じ。うん、10秒前なんでしょ。10秒前。大体ですよ。リアクターが鳴ったぐらいでした。ゲンさん、インポスターの気分になって、電気室で、メインホールから電気室に入るのって、はしごとかも使わないといけなくて、弁当のキルとかで、貨物室で湧いてて、ちょっとやってみてください。ちょっと、やってみてください。10秒はしご中も確かキルクルたまんないですよね。そうなん、キルクールがたまらない云々の話はもう30秒経った後だったら全然関係ない気がするんで、あんまりそこは私拾ってないです。もうなんかあんまこれ以上、まあ、人の体感値だからまあしょうがない。夏目を釣ろう。いや、僕目線白い。つっちゃうんですか。夏目さんまで落とすけど、なんとこないです。つない、つない。釣らなくてもいいかなって思うんですけど、釣らないです。初日のキル誰でしたっけ。どこでしたっけ。アーカイブでしたっけ。アルマさんで、ね、アーカイブでした。本当にど真ん中で亡くなってて、で、容疑者が、私の知る限りだと、マシャカリさん、覚え芸やってたマシャカリさんと、貨物室にしたオラフさん、そうそう、あとは、心電図見た後、なんか数数えながら、貨物室まで行ったという主張されてる夏目さんです。ああ、それも、あ、今日、ゲンのセルフもあります、失礼。そうだよね。4人って言ってたから、ゲンさんもだよね。
あと、うん、なんかオラフ君の気がしてたよ。オラフ君が理由聞いてもいいですか？もうオラフ君から有益な情報が何一つ出てない。え？え、どういうことですか？かな。それはオラフ君視点の情報が。え、それだったら誰が有益な情報を出したんですか？え、逆に聞きたい。え、ごめんなさい、フィーリングなんで。まあ、まあみんな、みんな落ち着いて、夏目が釣られるからちょっと争わない。すいません。アルマ君元気かな。まあ、ちなみに私がこう言ってるのは絶対釣られない自信があるからです。ね、べー。シャカリさん。シャカリさん、ゲンさん、夏目先生。土日の夜明けも含んでるのかな、ゲンさんのあれは。ヤクダは絶対行った方がいい。いやもうキルが難しいからスケルトのあれ並みに行った方がいい。ああ間違えた。あと1個か。次でいいや。次の脇でいいや。ボタンは押したよな。門番とかどっかでやった方がいいのかな。あー、でカメラ、カメラとか、その辺に行くか。これ右行きて。青、黄色。なんかあのセンターさんが押してそう押しそうにしてたんで押しました。はい、リセットで。おお、はい、ナイスです。僕は押してるんで。押せ押せって聞こえました。はいはい。じゃあ状況を説明しておくと、ミーティングルームにマシャカリさんとボンさんと僕がいたんで。あとね、右端が夏目先生いた。多分上いないですよ。あれ、ボンさんいないんだよ。夏目先生夏目先生じゃないかな。あ、失礼。夏目さんだと思います。カメラで確認しましたけど。あ、夏目先生多分輪っかが黄色に見えたのかな。あ、オッケーです、オッケーです。すいません、紛らわしい輪っかでごめんなさい。あの死を持って償ってください。あ、はい、はい、わかりました。大丈夫ですよ。あ、まずい、まずい、まずい。あ、びっくりした。なんか僕さっき有益な情報があんまり出てなかったんですけど、僕視点だったら、トゥーンさんがあの貨物室の右でやってたっていうのは割と白で有益な情報なんかなって思ったんですけど。確かに。まあ、嬉しい。それ言ったらね、オラフ君、夏目も有益な情報ね、何も出してないから、なんかまだね、オラフ君。僕視点だったら、まあそうなんですよね。一人しか行動してなかったんで、そこまで。あ、浮き地になっちゃう。でも、貨物室脇っていうのも。あ、一体、親子分かってるわけ。大丈夫、大丈夫。まあでも、まああれだったら。全然疑い対象じゃないんで大丈夫ですよ。いや、僕は疑い対象です。いや、そうだよ。俺は疑い対象だよ。ちょっと何言ってんの、マシャカリ。俺全然疑ってないんだけど、まだ。分かんないから、様子ないから。なんかそのアルマさんキルの時に、うん、筆頭じゃないですか、うん、オラフ容疑者は多分マシャガリさん、オラフさん、夏目さん、私なんで、まあ、うん、入ってはくると思いますよ。まあ容疑者だけで別にその中でも疑ってはない。まだ僕は。ちなみにマシャガリさんはさっきあのダイヤのタスクをやられてたので、ちょっと来るっぽいなって思いました。カメラで見ました。僕はそこに3週ぐらいしてますからね。沼すぎてずっとやってる。そう、紫死んだ、オレンジ、トゥンさんとセンタンって今隠しろか、これもうほぼそうっす。サクヤさんインポスター決め打ちだった場合、サクヤさんの1キル目のアリバイが証明されているので、1キル目に同様にアリバイが成立されているトゥンさん、センタンさんは確定しろだ。そうです、はい、そうです。残しときます、これ。どっちか、キスミホル
か。1、これ本当に嫌だ。16、16、4、3、3、3、3、2、3、なんか攻略法みたいなの別にないですよね。64564だった、こっちか。4567か。回線が一番音声認識なんだよな。どこいるのがいいんだろうな。死にやすいイメージなんだよね。この辺のドアをひたすら開ける人になるか。あのインポスターリもあるんだけどな。バイタルとか見に行きたい。行くか。バイタルやっぱ強いっすね、心電図ね。3と。マシャカリさん。マシャカリさん。ごめんなさい。あの、タスクどう考えても残り俺なんですよ。あの、夏目も残ってる。いや、僕もあります。あ、本当ですか。ちょっとタオルが入らなすぎてもう本当にもう何回もいろんな人とすれ違ったんですけど、タオルが本当にできなくて。ずっとタオルやってました。見てました。そうなんですよ。で、ちょっとこのままだとやばいと思って押したんですけど、ちなみにあのゲンさんはあの昇降機の右側の階段はしごの下で一回すれ違ってます、鳴らす前に。もうこれ共通認識なんですけど、昨夜さんでも1インポスター終わってるという認識でいいですか？落ちてないと多分負けてると思います、はい。まあ夏目は白なんで言えるんですけどね、これ。じゃあ夏目先生とラフ君のローラーしませんか？初日の殺害の容疑者がゲンさんとマシカリさん、その2人が死んでるので、初日の容疑者だけで行きませんか？ボンさんは？ボンさんは初日の容疑者ではなかったはず。そうなの？ギリ可能ぐらいかな。超ギリギリ可能ぐらい。そうね。ワンチャンだと思う。あれ、初日ってしたいとこで。アーカイブ。しかも、初日の死体って言うんだったら、夏目が多分、バイタルで見てその情報を言ってると思うんですけど、皆さんはそれを元に推理をしたんですよね。そう。だよね。うん。だよね。だったらもう僕から釣ってもらっても。大丈夫です。ズンさんとセンタンさんはもう白なんですよね。はいはいはい、ですよね。まあ、一番皆さんの中で黒い順だったら、多分僕、夏目先生がその情報を多分出したん先出しだと思うの方が多いと思うので、うん、まあ、
タスク狙ってもいいですし、もうローラーで誰かボトム残ってるんだったら、そうですね、ちょっとオラー感的には誰？誰？ ICH。僕視点だったら、もうボンさんか夏目先生どっちかかなと思ってるんですけど、はいね、夏目視点の話が通るかわかんないから、なるほどな。じゃああとちょっとボタンだけお願いします。終わるでしょ。いやーキルミスった。いやーナイス餃子ロラ。いやーやっぱ時代は餃子ロラ。ナイスごめんなさい本当に。餃子ローラーで勝ちです今の盤面は。ナイスナイス。いやあれどうやったらできるんですかタオル。もう本当になんかアスペクト違うと一生できないって話を聞きました。僕アスペクト控えました。それリアアスペクト控えたの。どうそうなんですか。なってるのずっとタオルが吹っ飛んでいったりします、ね、なんかそうアスペクト比が悪いとあのねタオルが最初落ちてくるじゃないですか。その時点でタオルが画面の外に行くんですよ、うん、あれなんですよ。俺今 PC ぶっ壊れてて iPad なんですよ。ああ、iPad ってどうなんだろう。やったことないな俺。難しい。ボンさん前も言ってたよね。ぶっ壊れてるってなんか確か。え、そうなんですよ。で、今東京引っ越してきたんですけど、もうすぐ明日神奈川帰るんで今度から PC なんですけど。Wi-Fi もないんですよ。しかもタオルむずいのじゃあ。リアルじゃん。なんか本当にちょっとすいません本当に助けできてなくて。いやいや。もうタオルに超苦戦してました。じゃあ次はタオル引かないことを願って。タオル引かなければ。そうですね、それだけなんで。アスペクト比とかじゃないですね、iPad でやってるんだったら。PS が、PS が足りてないです、多分。プレイスキルが、ね。申し訳ない。まあでもあれ正直なんか難しいから。PC でもまあまあ難しいです。一番タスク難しいの話なんですけど、うん、宿舎前ツールの左下の、下の廊下のところにダウンロードあるじゃないですか。はいはい、エンジンルームと宿舎前ツールの間の一番左上のとこ、うん、あそこのダウンロードの判定がむちゃくちゃシビアすぎて避けてる。小さいっすね。超し真ん前に立てない。何これと思って。そうそう、めっちゃ難しい。ルームとかなら横からできるのに。そう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 、めちゃくちゃシビアだった。ちょっと覚えゲーの覚えゲーダイヤって言った人誰ですか、ね、僕ずっとせんべいダイヤダイヤせんべいって言ってて、でダイヤ2種類あるの分かってなくて。宝石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 アルマくんでしょ絶対。だから形で覚えるとあれほど。なるほどね。先生自分の覚えやすいので、僕はダイヤモンド2種類目をキラキラって呼んでるんで。あ、そうか、わかった。それでいくわ。ありがとう。キラキラ可愛いですね、中野アルマさん。はい、ごめんなさい、すいませんね。オラフ君、大丈夫ですか。はい。ずっと。え、もう初日からも絶対オラフ君黒だなと思いながら。なんで言うかな、悩んでたんですけど。え、もい白証明の仕方が明らかにクルーメイトじゃなかったから。どうもマジですか。なんか誰か僕カモシついたんですけど見てないですかねっていう言い方してて、それだけじゃ何の情報更新にもならないのにそこから始めてたから絶対インポスターだなと思って。なるほどなるほど。そうクルーだったら多分自分の動きを言って多分疑い値だと思いますぐらいが静着なんですけど。動揺してたから俺なんかなんとか白を証明しようともらってる姿勢がインポスターだなと思って。ああそういうことだったんですね。いや俺はすいませんちょっと最初に間違ってセーブしてました。あ全然間違いじゃないですよ。もうやってリアクターなったし、はい、なる前に瞬間殺しちゃってその瞬間リアクターなっちゃったんでボタン押そうと思ったんですけど、あそうやべえと思って。あのね俺ねあれ確か2キル目ですよね。俺が昇降機の下で死んだやつですよね。あそうですそうです。あれ俺思ったんですけどまた会議しましょうの単階だったじゃないですか。俺が死んだ時って確かアルマさんが死んだ後で俺キッチン沸いたんですよ、うん、また会議しようの時にキッチン沸きするとドア閉められたらキルクール開けるまでミーティングルームまでたどり着かないことに気づいてプレミだなって思いました。あれはキッチン沸いたら失敗だったわと思って。ボタン押していこうかなと思った時にそうやらかと思って一緒に走ってて、うん、昇降機の下で殺されました。キルクール開けて普通にあ確かに原始点だとそうオラフさんとシャワー浴びてるんですよね初日シャワー一緒に浴びてる、はい、オラフ君とシャワーやばガチやば音声だけ切り抜かれそう、うん、文章だけどちょっとやばかったです。今日なんかすごいっすね、うん、さっきのあのハーも面白かったし。あすごいっすね今日間がさすが夏目先生が発表してるこの論決まるって言って決め顔で言ったのに元素がああれめっちゃ守ったまあまあ諸説あるね諸説ですね。あとねごめんなさい夏目最初になんか秒数カウントしたじゃないですか15秒って、はい、あれ視聴者的にめちゃくちゃ早いって言われて突っ込まれても10秒くらいだったらしいです。もちろん、はい
これからさ。はい。いろいろがばいですね、やっぱね。いやー、ちょっと僕ももうちょっと説明を。なんか 10秒って言ってましたけど、14、5秒ぐらいだったみたいです、私も。あの、リアクターなったうんぬんの話。うん。LG さんが亡くなった時から。いや、こいつは先端さんも、先端さんも大丈夫ですか？ずっと最終まで生き残ってますか？いや、もう僕は絶対死なないように動いてるんで。かっこいい。あナイス。なんか拳銃のタスク難しい人いないですか？あれなん楽勝ですよ。あれ好き持てないんですけど拳銃スイッチ。ん？拳銃ってどれ？持てない。キャッチでして。クリックすれば。いやそれがなんか手の判定がめっちゃむずいんですよね。ん？そんなあれ？あ分かった。スイッチでやってるからでしょ。タッチパッドだと難しい。そうなんだ。スイッチシビアなんだ。へえ。どうせスイッチでやってるんですよ。めちゃめちゃ。あじゃあむずいかも。拳銃。難しいんだそれ。知らなかった。ちなみに僕はあの1個前の試合で金庫が一生できなくてめちゃくちゃパニックってました。たまにめっちゃできない。難しすぎてスランプに入ると、そう、なんか何回やってもできないから泣きそうになってた。きついっすよ。貨物室の右下ですね、金庫、うん、なんかおな数字にこっち側から回せっていうタスクがその3回やらされるんですけど、シビアですよね、あれもだいぶ。そう、貨物室の右下でなんか右回り、あのなんかポスト開けるときみたいな感じの、右に何回回して左に何個回して、ダイヤルロック式のね、あれがあるんですよ。